アバーナントとはイギリスで生産され、イギリスで調教を受けた競争馬である。競争馬引退後は種ボバとして活躍した。主戦騎手はゴードン・リチャーズ。デビュー戦はスタートで出遅れて2着だったものの、そのゴミドルパーク・ステークス勝ちなどを含む6連勝で2000ギニーへ向かう。が、果敢に逃げたもののゴール前にニンバスに捕らえられ、花さで敗戦を喫してしまい。 連勝もストップする。しかしこの後、ダービーステークスには向かわずに短距離路線に照準を合わせて、キングズスタンドステークスや、ジュライカップ、ナンソープステークスなど、イギリス短距離路線の初位、王道レースをすべて圧勝という結果で総なめにした。コバになってからの初戦も制し、再び連勝をおごとするが、連覇を目指した、キングズスタンドステークスは珍しく、 後方から追い込むもタングルに届かず2着と、赤敗してしまう。しかし、これが生涯最後の敗戦で、続く、ジュライカップ、キング・ジョージ・ステークス、ナン・ソープ・ステークスをどれも圧勝で連覇、堂々の成績を残して、現役を引退した。当時グループ制なし主に短距離からマイルの競争を得意とする3区を排出したが、 G1 級競争を複数制するような馬は出てこなかった。現在の競争馬の決闘からは、母系からでのみ名前を確認することができる。ありがとうございます。